お笑いタレントの明石家さんまが、9日に放送された MBS ラジオの番組、ヤングタウン土曜日、毎週土曜22時チルダで、5月23日に CD デビューしたアイドルグループ、キング。プランスの平野紫耀について、俺みたいな声してるんだって。と話し、平野が出演している TBS 系火曜ドラマ、花の千晴霊花壇ネクストシーズンから、のセリフを繰り返した。明石家さんまさんまは、ニュースの話だって、あんなことが小山くんとか、加藤くんとか、とニュースの小山慶一郎と加藤茂明の騒動に言及。なんか狙われているように、ジャニーズが次から次へと、と言い、ジャニーズ。もう大変だと思ったら、いやいや、キング。キンプリ、で、とキング。そして、キンプリがすごいの、俺らが知らない間に。キンプリ、平野くん、と興味津々で尋ねると、モーニング娘。コート18の飯窪春菜が、ドラマ最高ですね。花の千晴、毎週見てるんですけど、最高です、と、花の千晴、を絶賛した。また、さんまが、平野くんって俺みたいな声してるんだって。ご飯食べに行った人が、平野くんってさ、まさんと似てるよ、で、と言うと、飯窪は、ハスキーだけど枯れているわけではない、と突っ込み。そして、飯窪が、お前はそれでいいのかよ、って言ってもらっていいですか。とドラマのセリフを求め、さんまが披露すると、遠からず、と笑った。さんまは、モノマネ番組で今度、平野くん挑戦してみようかな、とノリ。ノリで、飯窪が、平野さんめちゃめちゃイケメン、ハンサムですよ。王子様みたいで、と絶賛すると、さんまは、昨日やっと一致して、あいつが平野くんかって感じ、と顔と名前が一致したと報告。お前はそれでいいのかよ。番組でこれから使っていかな、と気に入った様子で、メモもしていたようだ。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。